その日も昨夜に引き続き朝から警報が断続的に発令されていた。午前11時2分、原爆搭載機ボックスカー号は長崎市上空高度約9000メートルからプルトニウム型原子爆弾を投下した。そしてそれは松山町上空約500メートルの位置で爆発した。爆発と同時に空中の一点に発生した火球は摂氏約数百万度に達した。一瞬もう一つの太陽が出現したようである。爆発によって出現した火球から放出される熱線の正体は主に温度に応じて紫外線、可視光線、赤外線である。瞬間的に放射された熱線の凄まじさを我々は焼き付いて残った影から検証するしかない。熱傷は4ヶ月ぐらいから傷口がケロイドを形成し、その後反痕となる。によって起こる爆風の先端は衝撃波として進行し、およそ10秒後には爆発点から約 3.7km に、およそ30秒後には約 11km の距離に達した。衝撃波が収まった後、逆方向に風が爆心地に向かって流れ込み、粉塵を巻き込みながら原子雲が形成される。